お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、多分ね、前の動画と一緒のデッキにはなるんですけど、こちらでね、ちょっとマルチでトラ上げしていきたいなと思います。で、マジで、前の動画でも言ったかな、6000ぐらいまで、6級とかまで行ってすごい落ちてたんですけど、今シーズンね、ベストも近くまで戻ってきましたよと。で、しかも、今、15連勝中なんですね、なんと。なんとなんかね、奇跡的にこう、フレバ島はね、別として、こう、マルチだけで考えたときに、今、15連勝してるんですよ。なんで、ちょっとね、この勢いで、一気にトラ上げれたら、いいかなと、思いますね。もう、でも、上がすごいのよ、本当に。伸びすぎてて。今季、まあ、どうだろうね。今までの過去最多が8200ぐらいだと思うんですけど、8200は出るか、すごい際だと思うんですけど、まあ、8000は間違いなく出るんで、行きたいですね、本当に。でも、やっとこの、落ちてたトロが上がってきたと言いますか。来たね、ジュピターキング。この人、本物だとするならば、マジで、多分、ベストシーズン世界2位とか、取ったことある、なんか、結構有名な人ですね。よいしょ。とりあえず、ウォールブレイカーセパからの様子見のバルキリー。いやー、今のところ、同じような匂いはしますけど、トルネー、バルキリーウォールブレイカーのマジアチャっていうのも今ちょっといるんですよね。なんで、それの可能性は全然ありますね。よいしょ。さあ、ウォールブレイカー。多分、トルネファイボとかのそうなんですよね。だと思いますね。で、このデッキ、そうなんですね。あれが厄介なんですね。マジアチャが。こう、ロケットなんで、マジアチャがなかなか止めらんないんですね、相手の。ちょっとこれも、厄介だから、ちょっと早めに処理して、トルネファイボなんで、でもディガがないんですよ。これディガじゃなくて、ニコスがないんですよ。多分これファイボ？あ、トルネか。ん？マジ？え？やってね、やってね、やって。おいしい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 。めちゃくちゃおいしい。ちょっと待って。トルネファイボだと思います。多分。今のトルネ使わないのはすげえありがてえ。てか、これワンチャンあれっすね。マジアチが来る。オッケー。いいですよ。で、ディガのダメージが基本的に痛いんですよ。僕からしたら。なんで、ディガをゴブリンでほぼほぼ、毎回完封狙っていければ、すごいダメージ抑えられると思うんですよね。これちょっとワンチャンこっち狙っていってもいい説ありますね。で、ウォールブレイカーは別にボムタード受けれるんで、これ。バルキリー来ても。オッケー。そう。これを確実にゴブリンで抑えていくと、相手はディガーと、多分ファイボとかだと思うんで、マジアッチャーぐらいでしかこう、僕に削り勝てないんですよね。オッケー。で、このアイスイズに、ちょっとあれなんですよね。マジアチ当てられたりすると、僕としては厄介。OK。ここのウォールブレイカー無視でいいっすね。2対800なんで、これで両方タワー一緒ぐらいにしといて、うわぁ、それね、削ってくるんだ。まあ、ここ早めに閉じつつ、OK、ロケケツリーそろそろ行ってもいいかもっすね。これ。これワンチャンロケット。OK。ディガー警戒してる。OK。これゴブリンだけで、これに読みウッドとか来ると怖いですけど、OK。さあ、相手は、まあやっぱトルネで緊急度怖いんで、こんな感じで警戒してますね。で、これ絶対来るわ。オッケー。もうこのね、マジアチャのダメージさえ抑えられれば、で、どうせボムターンを送られるんで、オッケー。よいしょ。送られるんで、ウォールブレーカー飛ばさずに行きたい。オッケー。いや、いい。ディガーダメージ入ってる。まあ、トルネで近畿道、628まで遠いですけど、まあ、2周かな。6、2周っすね。撃っちゃいます。で、マジアチャのダメージですね。マジアチャとウォールブレイカーのダメージを抑えたい。ん？こっちなんだ結局。ん？やばい、2発。これ絶対来る。よいしょ。危ない。よしよし。これだけ、このダメージだけ抑えれば俺の勝ち。で、もうウォールブレイカーとりあえず飛ばして、ロケで、はい、来たー。よし。でかい。待って、ほんとでかい。これで今季最多まで来ましたね。で、今これで多分やっとグローバル200ぐらいなんですよ。200ぐらい。よし。で、ちょっとね、昨日多分動画サボったんですよね、僕。12月、毎日投稿は多分絶対してたんですよ。毎日投稿は絶対してて、で、多分ほぼほぼ結構日本投稿もしてたんですよね、12月。なんで、結構頑張ってたんですけど、YouTube の方。昨日ちょっとね、なんか上げる気分にならなかったと言いますか、まあ、忙しいっちゃ忙しいような感じなんですけど、ちょっとあげるのサボっちゃったのはね、やったなと思うんですけど、さ、マグさん来ましたね。この方はね、多分バルーンなんですよね。
バルーンですね。なんでバルーンに対して僕はまあボムタワープラストレーナーで近距離できるのと最悪ロケボーイができるんで、僕としてはディガーのダメージをだから抑えたいですね。同じですね。ディガーのダメージさえ抑えていけば僕は最後ロケット削りの削り力で勝てると思うん でここもロケットで削っていいと思うんですよね。でバルーンディガー来てもトルネードプラスのボムタワープラスのトルネードですね。でボムタワー内側にやって絶対バルーン釣れるようにして、ここじゃなくてさらにこっちのもう一個内側なんですね。バルーン来たサイドのもう一個内側にすると確実にね、よいしょ、キング起動できますんで、こういうファルチとかで多分この人ダメージ削るの狙ってきてるんで、そう、そこがうまいんですね。バルーン通んないっていうのは多分分かってたんで、今ファルチでねダメージ削り狙ってきましたね。よしよし。でザップ使ったんすけど、バルキリーとかで結局ウォールブレイカー完封されるんで、むずいっすね。まあ、とりあえず、まあ、ディガー正直キングギドされてもいいっすね。僕はロケ削りがメインなんで、ここのディガーが何発か入るだけででかいっすね。オッケーオッケーオッケー。で、オッケーですね。これボムタワーとトルネードあれば守れるのと、ゴブリンでしっかり、このディガーね、このディガー、このディガー、このディガーさえ抑えれれば、僕は全然怖くないですね。回転がちょっと早いんですよね。ここで2周目っすね。2周目のバルーンがちょっと厄介になってきますね。で僕としてはプレッシャーかけつつ、この低コストでカード回して OK でアイスイズを真ん中の辺に出しておけば、逆サイコーバルーン来た時にボムタワーで寄せてこのアイスイズが働いてくれる説があるんですね。よいしょ。相手はファルチ動作いきつには出しにくいですからね。よいしょ。さあ、これなかなか地味なんですけど、これめっちゃ怖いですね、僕としては。さあ、来ますね。うわぁ。遅らせディガーはエロ。まだこのボムタ内側にしとくと、こう殴ってくれるんでね。で、ここちょっと許容して、もう爆破は許して、ロケで削っていきます。で、ファルチェ・バルキリーの形とか作ってくるかもしれないんですね。そうで、ここに逆サイドバルーンディガーとかかな、多分。そうなんですよね。もう気持ちがすごい分かりますね。で、ここ多分遅れてディガー来て、まあでも、僕はこのバルーン入れなければいいんで。しかもゴブリン戻ってきてますね。オッケーオッケー。よし、ちょっと怖いですね。一回防衛から一回ロケ回さずに行きましょうか。なんですけど、ここでディガーでちょっと削りに行きます。わあ、全然攻めてこないな。ボムタワーは、あ、壊すのかな、これ。さあ。本日はちょっと静かめの動画です。もう本当に、こう、真面目にトラゲしたいっていうやつですね、僕は。うわあ、これやば。これまあ、ロケで防衛して、ワンチャンディガー来るんで、OK。タゲ替えが来ますね、ザップの。でも、OKOK。これは、バルーン爆破がギリ入るかどうか。入んないで。入る。ちょっと怖いですね。一回攻めましょうか。で、ロケットも2周なんで、さあ、いいバルキリーですね。でも正直、こっちのバルキリー無理ししてもいいレベルなんですけど、で、ここ、ターゲット取ってから遅れてゴブリンで、確実に、オッケーオッケー。やばい、これやばい。次のやつでやばい。わ、来るっすね、これやばい。これ攻めていいな。攻めて、相手に完璧な形を作らせないようにして、で、ここ遅れてトルネで耐えたい。耐えたい。うわー、ロケ来る。いや、待って。これ多分俺らがワンチャン回転で勝てる。いや、これ、お願い。お願い、マジでお願い。やばい、本当に。人工か。よし、よし、危ねえ。グッドゲーム。この人ね、ハルチマル君、結構うまいんですよね、マジ。なんか、僕がラムライダー使ってる時に、なんか日本人の結構ハルチマルの使いには勝てるんですけど、この人のハルチマルには勝てなかったんですよね。よしよしよし。いや、74リーチ来ましたね。いや、マジで今これで、マジで15連勝ぐらいしてたところで、今16、17連勝っすよ。これマジ。マジずっと今連勝来てるんで、まあ、落ちてたっていうのもあるんですけど、落ちてた分、まあ、勝ちやすくなってたっていうのもあるんですけど、いや、でかいっすね。よし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 。で、ちょっとあれなんですよね。最近、家で、ちょっとバスケのね、動画を見るようになりましたね。僕もともとバスケ部だったっていうか、小学校から高校までずっとバスケしてたんですけど、
なんでまあバスケはまあ好きなのは好きなんですよね。で今あのウィンターカップっていうこう、まあ、高校生とかこう、まあ、夏とか、まあ、部活ですね、夏とか冬に大会があるんですけど、もうそれの全国大会なんですね。ウィンターカップっていう全国大会でも最後の最後、もう今準決勝とかこうしてる時期でもうこう、まあ、見てるんですけど、もういや上手すぎてこうなんていうんですかね、こう見るの好きなんですね。まあ、やるのももちろん好きなんですけど、まあ、見るのもめちゃくちゃ好きで、こういやー上手みたいな、こうなんかスリーとかこう決めると気持ちよく、こう僕までね気持ちよくなれるんですよね。なんでこうちょっと家で最近ずっとバスケの動画見てるんですけど、ちょっとね動画撮らないとなと思ってさっきウィンターカップのバスケの準決勝かな、準決勝見ましたね。決勝が多分この動画上がってる日とかなんで、よければねバスケあのウィンターカップって調べれば出ると思うんで、ぜひ見てほしいですね。なんか鬼うまいんですよ。なんかバスケってやっぱ背が高いほど、まあ有利と言いますか、まあ若干のこう、なんていうんですかね、まあ若干有利みたいなのが、まあないことはないんですね。そう、身長が近ければ近いほどみたいな、あ、高ければ高いほどみたいな。まあある中でこう、背が小さい人が、アホみたいにうまい選手がいるんですね。なんで、ちょっと福岡第一の選手なんですけど、よければね、YouTube で見てほしいですね。本当にアホみたいにうまいんで、よいしょ。さあ、いや、ペッカだな、これ。ペッカだ。ペカチュウだ、ペカチュウ。T ゴッドが言ってた、T ゴッドが。T ゴッドが言ってたピカチュウが来たっすね。これ絶対そうなんすね。トルネードキングギードするっていうのも相手分かってたと思うんで、それを阻止するように、工場バブルですね。ゴースト単体で流すと、キングギードされちゃうんで。うわ、やば。やべ、ミスった。うわ、待って、最悪、ミスった。うわぁ。これね、マジやっちゃが厄介なんですけど、勝てないことはないと思うんだけどね。で、このゴーストを多分トルネで緊急度すると、工場バーバリアンが来ると思うんですよ。あ、来ないか。もう一発ありがとうって感じかもしれないですね。相手からしたら。で、まあ僕としては、バルッキリを攻めで使えると結構いいかなと思います。やっぱオールブレイカー単体系だと、こう、なんか通んないんですよね。やっぱりエレキもありますし、ゴーストザップとかなんで、まあ今ゴースト出してすぐで、バルキリーオールブレイカーすると、相手はエレキザップとかだと思うんですね。エレキザップだと思うんですけど、ああ、それはそれでうまいですね。で、ちょっとこれ、オールブレイカー強になってるか。で、ここでゴブリン咲くと、僕としても陸受けが少ないんで、ちょっと怖いですね。さあ、まあボムティー置いていいな。ボムティー置いて、からのこのボムタワーをちょっと残したいんですね。僕としてはこのボムタワーが残るとこの結構防衛してくれるんですね。そう、よし、耐える、ワンチャン間違えちゃう。でここ使ったから工場とかかな。あー、それもうまいけど、ゴースちょっと釣って、これもいいですね。これも僕としては悪くない攻めだと思います。あー、トルネロケット防衛キワですね。マジでマジでキワ。でこのアイスウィズにポイズン打たれるのもちょっときついんですよね、正直。よいしょ。さあ、耐える。まあ、とりあえず耐えるの大事ですね。よいしょ。で、これ多分一応つけていいみたいなのがありそうですね。あんま使いたくないけどね、攻めマジアチとかちょっと怖いですね。相手、マジアチ端前で全然出してこないですね。なんかずっと。守って確実に来ますね。これワンチャン来るかな。こういうところでちょっと攻めてあげて。やべ、ちょっと待って。反応がやべ、反応がじじい。反応がじじい。いや、オッケー、耐える耐える耐える。オッケー、待ち待ち、消えろ。反応がじじい。うわー、ちょっと待って、これやばい。これね、僕が勝ち筋としては、一回耐える、一回削るからの、ここでそうポイズン削りとか絶対してくるから。でまだエレキとかいるんですよ。エレキとかいるんで、あーゴーストか。エレキ裂いた、今チャンスなんですね。今チャンスなんで、ここラスト待ってポイズン回るんですよね。ポイズンがギリギリ回る。で相手としては攻めたい、相手としては攻めたい、俺としても攻めたい。あー、いや終わったかな、これ。これワンチャン、あー負けた、悔しい。ちょっとまあでもまあ今伸びてますね。今伸びてる、こういいタイミングなんで、ちょっとね動画出したいですけど、最後終盤ですしね、ちょっと集中してやりたいっていうのもあるんですけど。
まあ出せるだけちょっと頑張って出しつつ、まあ沼脱出、そしてシーズン最高まで来てるんで、このままねちょっとマジでグローマー30ではねフィニッシュしたいと思ってるんで頑張りたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。いや今日ね動画全然喋ってないかも、マジでなんか集中しすぎて全然喋ってなかったかもしれないですけどね、ちょっとまた動画上げるんで、ね、ぜひ見てください。ではご視聴さまでした。お疲れ様です。